本当の今さで撮影です。ほぼ定款しているアリスたちは疑心と暗鬼に言われるがままに撮影場所を移動する。クローは岩とか呼んで脳みそに組み立ててるのに無茶を言うな。ブレーテルは協力的なのに。あれは兄と遊んでいるだけだろう。スノーの視線の先ではグレーテルがぼんやりと宙を眺めている。その定まらぬ瞳は見えない何かを捉えていた。兄様じゃない視線を感じる。力ずくで決める。スノー、見て。これは。いつの間にかスノーにもアリス同様パレオが巻かれていた。どういうことだ。私はこんなものは着ていなかった。私が言ったことを理解した。ああ、すまなかったアリス。しかしあなたに私となると。次は。二人の視線は自然とグレーテルを捉える。アリスとスノーに比べて露出度の高いグレーテルは無言で海を眺めていた。その視線の先、青い海の水面に人影がゆらりと見えたことは話さずに。